年末商戦のスタートを切るブラックフライデー。今年は今週金曜の25日ですが、イオン琉球ではこの日に向けて行われるセールのカウントダウンイベントが行われました。物価高や電気代の高騰などが暮らしに影響を与える中、イオン琉球では消費拡大へ向け弾みをつけたいとしています。このセールは県内39の店舗と特設サイトで今月27日まで行われます。